ブエノスアイレスビジャ・ソルダーティ周辺のスタンデー・カロライナ、幼児センター保育は、乳幼児を適切な環境の下で健康、安全で安定感を持って活動できるように擁護するとともに、その心身を健全に発達するように教育することで、ある。保育は、基本的に乳幼児を擁護し教育することであり、擁護と教育が一体となった概念である。家庭で行われている育児は、 通常、子供の命を守り、衣、食、住の世話をする、養護の機能と、言葉や生活に必要なことを教える、教育の機能を合わせ持つ。これを保育と呼んでいるのである。保育所に関する規定がなされている、児童福祉法では、保育における、教育には、義務教育及びその後の教育の基礎を培う、ものとしての満3歳以上の幼児に対する教育は、含まれていない。 学校教育法では、第22条において、幼稚園の目的を、義務教育及びその後の教育の基礎を培う、ものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することと定めている。義務教育及びその後の教育の基礎を培う、ものとしての満3歳以上の幼児に対する教育は、 幼稚園が担っている。保育所における保育の内容については厚生労働省の定める保育所保育指針に規定されている。これは文部科学省が定める幼稚園教育要領と内容の整合性が図られており、修学前教育として保育園と幼稚園は同じ目標を持つ。幼稚園教育要領及び保育所保育指針では、 保育の内容を基礎的事項と教育のご領域に分けて規定している。児童福祉法では第24条において児童の保育にかけるところがある場合において保護者から申し込みがあった時はそれらの児童を保育所において保育しなければならない。とあり、保育が本来家庭で行われるべきものであることを前提としている。小学校においても10歳までは自立が困難であり、 教育は基本的に用語の機能を含んだ保育である必要があるとも言われている。また、児童福祉法における児童とは、満18歳に満たないものを言い、特に必要があると判断された場合は、保育所で保育を行うことができる。共働きなどで保護者が家庭に不在等の家庭の子供を預かって、保護者による育児の代替を保育所等で提供する場合は、原則として、 小学校入学までは保育所において保育士が保育に当たり、小学校入学後は放課後に学童保育制度により実施される。ありがとうございます。